おい。宇宙船が町に突っ込んで火星からの機械星人がうじゃうじゃいるんだ。腕がチェーンソーなんだぞ。なんだって。俺の親父はロボットにやられたんだ。うわあ。かかってこい。人間とロボット、なんで一緒に共に生きていけないのか。理解できるさ。俺もそうだからな。きっとそのうちロボットキャンサーも治療できるようになるはずだ。それまで人間ロボット一緒に共和しなくてはならない。君はありのままでいい。素晴らしい。踊ろう。